はい、こんにちは、徳仙ちゃんです。今回は前回ラーメン用に作ったチャーシューの切り落としですね、それを使ったチャーシュー丼のレシピになります。簡単に作れますが、かなり美味しいチャーシュー丼になりますよ。材料はこちらになります。いつものように概要欄にも書いておきますので、ご参考になさってください。それでは早速作っていきましょう。まずチャーシューの切り落としですね、端っこの部分、両端です。これをだいたい5ミリ角ぐらいに切ってやりましょう。そしたらフライパンに入れて中火で軽く炙ってやります。油は引かなくてもね、チャーシューから出てきますんで、別に油入れる必要ないと思います。まあ時間にして1分ぐらいですかね、温まるぐらいでいいです。そしたらタレを用意しますね。でこれはチャーシューを煮た時の煮汁なんですが、お玉で1杯ぐらい、分量にするとだいたい 100cc ぐらいですかね。鍋に入れたら中火にします。そこに蜂蜜ですね、まあ目分量なんですが、だいたい大さじ1杯から1杯半ぐらいだと思います。市販のチャーシューで作る場合はタレないと思いますんで、醤油とお酒ですね、日本酒合わせたものでいいと思います。で今回ちょっと味薄いんで醤油足してますが、トータルで大さじに半分ちょいだと思います。これを煮詰めていくんですが、出来上がる頃にちょっと味見をしてね、好みの味に調整してやってください。ある程度煮詰まってきたらラー油ですね、辛いの好きな方は多めに入れてもいいと思います。2割ぐらい煮詰めて味が整ったら、先ほど炒めたチャーシューですね、この中に入れてやります。軽く温まったら火を止めて、仕上げのごま油を入れてやります。大さじ1杯弱ぐらいだと思います。これでタレは完成ですね。トッピング用のネギをみじん切りにします。今回下煮たネギの青いところを使ってますが、小ネギがあれば小ネギの方がいいと思いますね。あとはボウルなんかにご飯を入れてやります。まあ今回炊きたて使ってますが、冷凍ご飯温めたやつでもいいと思いますよ。でここに先ほど作ったタレですね。でチャーシュー少しだけ取っといて、あとは全部タレを流し入れてください。そしたら全体をよく混ぜ合わせてやります。まあ白いところ残ってもいいんですが、今回はもうご飯にタレを吸わせる感じで全部混ぜてやりました。よく混ぜたらあとは好きなだけ器によそってください。ちなみに今回お腹空いてたのか、1合全部一人で食べちゃいました。あとは残ったチャーシューを上からトッピングしてやりましょう。あとは先ほど切った青ネギですね、こいつを好きなだけ乗せてやります。最後におろしたニンニクを乗せて完成です。でこのニンニクなんですが、今回ちょっとね、見た目のために少しだけ乗せてますが、もっとたっぷりあった方がいいと思います。このニンニクありなしでかなり味変わりますんでね、お好きな方は多めに乗せていいと思います。ただね、あんまりニンニク多くしちゃうと、これを食べた後に人と会えなくなっちゃいますよね。まあその辺は十分気をつけてください。いただきます。うまいや、しかしこうやって編集してても思うんですが、
我ながら激うまでしたね。もう1合多いかなと思ったんですが、もうあっという間に食べ終わってしまいました。もう一回食べたいぐらいですね。てなわけで、今回は自家製チャーシューで作るチャーシュー丼でした。ごちそうさまでした。